プシェミスワフ一世の尺の破壊しプシェミスワフ一世の尺は、チェシンビトムシェビエ主公グーグフ反国および、七ナバ反国の支配者、トシェクの支配者。チェシン公カジミエシュ一世の三男、母は、チェルスクワルシャワ公トロイデン一世の娘エフェミア。父カジミエシュ一世が、長子相続を取り決めたため、はじめ三男であるプシェミスワフには、 父の所領を一部でも相続できる可能性はないように思われた。しかし長兄、ブワディスワフが1355年に、時兄ボレスワフが1356年に、相次いで死ぬと、プシェミスワフは自動的に父の相続人となった。プシェミスワフは1355年より神聖ローマ、皇帝カール4世の宮廷でその政治的キャリアをスタートさせた。 翌年、プシェミスワフは、長兄、ブワディスワフが死んだ後に、法廷の交換に任じられた。1358年に、父が死ぬと同時に、プシェミスワフは、チェッシン公国の善良を継承、引き続き外交官として、カール4世に仕えた。1360年、コジュレビトムコーボレスワフの維持、エルジュビエタと結婚し、父が獲得したビートム半国に対する、 相続権をより強化することができた。ビトムをめぐる、オレシニツァ諸公との揉め事は1358年までには解決しており、かつて父は亡きビトム公ボレスワフの3人の娘たち、エルジュビエタ、エウフェミア及びボルカの法律上の貢献人となっていた。この3人の娘たちは、ビトムとコジュレに関する相続権を有したため、チェシンの諸公は、 ビトムコーボレスワフの医療のほぼすべてを獲得することができた。ただし、ビトム療有は長続きせず、1401年に失った。プシェミスワフ一世はすぐに皇帝のプラハ宮廷で最も重要な人物の一人となり、カール四世はプシェミスワフ一世に多くの時に困難な仕事を任せた。プシェミスワフ一世は、 プラハ宮廷とブランデンブルク編共白たちとの同盟締結を導き、ビッテルスバッハ家のルートビヒ4世の持つ定位をカール4世にもたらすための根回しをした。また、彼は、ハンガリー王ラヨシュ1世とドイツ諸公との諸同盟を崩壊させるのに成功した。プシェミスワフ1世の地位は1364年のクラクフ会議。 そしてその会議中に行われた、ビエルジネクの祝宴に参加したことにより、一段と高まった。1380年、プシェミスワフ一世は、パリに赴もいて、ボヘミアとフランスとの同盟維持に努めるよう命じられた。しかしこの外交交渉に失敗している。プシェミスワフ一世は100年戦争で、紛争状態にあったイングランドとフランスとの間の和平を結ばせようとした。 また、カール4世の娘アンナと、イングランド王リチャード2世との縁組みを成立させるための交渉を行っている。この縁組みを成立させた報奨として、プシェミスワフ1世は、リチャード2世から年額500ポンドの年金を受けることになった。イングランドとの交渉に成功したおかげで、プシェミスワフ1世とカール4世の着難ベンツェルとの関係はかなり改善した。 ボヘミア王にして、ローマ王であったベンツェルは、プシェミスワフ一世をドイツにおける国王代理に任命した。国王代理という新たな役職でも、プシェミスワフ一世の外交官としての能力は、ドイツの諸公諸都市の間に起きていた、いくつかの議論を解決させるために発揮された。プシェミスワフ一世は、ハイベルベルクとコブレンツの間に和平を成立させ、 1389年には、ボヘミア王国とマイセンとの国境をめぐる交渉を行っている。1380年代後半になると、プシェミスワフ一世は、ボヘミアの国政に、積極的な役割を果たすようになった。1386年、彼は、ベンツェルフ在事のボヘミア総督に就任した。しかし、 国内貴族と外国出身の貴族との間の緊張感が高まりつつあり、その後プシェミスワフ一世はボヘミア貴族によって総督の座を追われることになった。公認の総督となったのはオパバラチブ首交ヤン二世だったが、この事態は二人の間に根深い敵対関係を生むことになった。対立が頂点に達したのは1406年1月1日。 プシェミスワフ一世の同盟の長男、プシェミスワフが、グリビツェからチェシンに帰還する途中、オパバ公の指図を受けたマルチン・フシャンという男に、リブニクの町で暗殺された時であった。両者の争いは、翌1407年11月7日に、女類で和平が結ばれるまで続いた。ボヘミアの国情が不安定になっていたためか、 非合法な行動に走る民衆が増加していた。プシェミスワフ一世は、外交努力を実らせて、1397年6月12日に、ポーランド王ブアディスワフ二世と役場を結び、両国の国境を地域で起きている、不法行為を互いに取り締まると誓った。プシェミスワフ一世は、ポーランド王の信用を獲得し、クラークフ総督に任じられ、1401年まで、 その任にあった。1四百十年、敵対するポーランドと、ドイツ騎士団との外交交渉に従事したが、不守備に終わった。三百七十八年以降、プシェミスワフ一世は通風に悩むようになった。通風のせいで、勢力旺盛な公爵はすっかり病弱になり、籠に乗って移動することになった。この頃から、プシェミスワフ一世は、の尺と呼ばれるようになった。 病状はますます進行し、1396年には、ボヘミアの国政に口出しするのを諦めざるを得なく、なった。治世中、プシェミスワフ一世は財産を増やし、トシェク、プイスコビツェ、ビトム半国及び、グリビツェ地方を獲得した。1359年、プシェミスワフ一世は、シェビエ氏を、およそ2300グジブナで、シフィドニツァコーボルコ二世に売却した。 また、コジュレビトム広国の分配をめぐる、オレシニツコーコンラト一世との相続争いの後、プシェミスワフ一世は、同広国の南半分を獲得した。1378年から1382年までの、いずれかの年に、親戚筋のラチブシュの諸公からジョル類の町を譲られた。1401年には、都市区を獲得している。プシェミスワフ一世は、 カール4世とベンツェル夫氏からも、領土を与えられている。1384年、プシェミスワフ1世は、ベンツェルの指示を得て、グーグフ反国とシチナバ反国を獲得し、翌1385年には、ジェンビツェ・コーボルコ3世からスチェリンを買い取った。また、1372年にカール4世から、与えられた、ザトルを広告に編入した。 オシフィエンチム公ヤン三世の最も血縁の近い男系親族だったプシェミスワフ一世は1405年にヤン三世が子供のないまま死ぬと同時に広告を相続することになった。オシフィエンチムを獲得して間もなくこの地域をザトルと共に1404年からグーグフ半国とシチナバ半国の統治を任せていた長男プシェミスワフに譲った。 オシフィエンチムはその後すぐに暗殺されてしまった、プシェミスワフの一人息子で、孫のカジミエシュ一世に受け継がれた。プシェミスワフ一世は幼いカジミエシュの後見を務め、死後は、次男で1405年より、ビトムとト,トシェクの支配者となっていた、ボレスワフ一世に委ねられた。1410年5月23日に78歳で、亡くなり、 チェシンのドミニコ会協会に埋葬された。プシェミスワフ一世は、シロンスクピアスト家のチェシン公の中で最も傑出した人物の一人だったと言われる。彼はヒーデータ、外交官、交渉役で、ヨーロッパの数カ国の宮廷で、多くの外交交渉を担当した。このため、彼の広告における業績は、外交官としての面に比べるとわずかしか知られていない。 1360年、コジュレビトムコーボレスワフの長女、エルジョビエタと結婚し、3人の子女を設けた。プシェミスワフ・ボレスワフ1世、アンナ1396年9月20日、ルビンコウ・ヘンリク9世と結婚。ありがとうございます。